いつもわざわざ。ありがとうございます。いやいや、そんなそんな。今日は、じゃあ、地渡って、中澤さん行くか、どっちにするか。中澤さん行くか、何だっけ、三沢行くか。三沢さん行くかな、じゃあ今日は。ここはちょっと、左曲がる。どうするか。ちょっとこれ普通に危ねえかな。いや、まだ見てる。ちょっとな、中澤さん行くか。どこだったっけ。三沢行くか。中澤から行くか今日は。中澤でもいい。うん。高尾山行く？行けると思うよ。今だったら。ただ城山は無理。うん。難しいね。ある。いける。酒屋さんとこにある。うん。うん。いけるっちゃいける。いけそうだけど行っちゃう。行っちゃうか。さあ。ナイスナイス。オッケーオッケー。ちょっとね。やっぱ峠って山だから音反響してくからなんか。どっちから聞くのかよく分かりづらいとか音だけ聞いてる。まあ、ね。で多分ね。道路を挟まないで行く近道だすっていうんであればやっぱ中澤で、うん、ちょっと歩くけどね。中澤さん入り口まで投げんだよな。こっから入り口まで長いんだよな。鵜飼鳥山、あ違う、鳥山でいいのか。はい、
うんちゃん、でそうだね、ポリンって。ほ、何今の。やっぱ出ないですか、ワンみたいな。やばれっこ。11時？何？11時？今12時で。12時です。いや、ポポが。あ、ちょっとこれやばい、服。ちょっとあの、めちゃめちゃがついてる。何？めちゃめちゃ。ああ、それ別にしょうがないでしょ。通称バカってやつか。これ、これこんなにつく時期なのか。そう、それは超つくと思うよ、その素材だったら。間違えた。これもう抱っこする僕。あ、まだいっか。あ、そうだ。手足怪我するやつだから気をつけないとダメだよ。行くぞ、ポンちゃん。なんだろう今日。昨日の疲れが昨日の疲れ残ってるですかわんに。うん？人住んでないのに。あの所有権がめんどくさいね。あ、寒い。あ、今日来てってよかった。これ寒い今日。言ってんだ。あ、こっから寒いよ。うん。飯食う時とか言って標高。じゃあどこで飯食うかだけど。いいよ、高尾行けば。だったら高尾行けばいいよ。やっぱそこまで高尾も行かんのか、食うの私は途中のとこかで。ああ、飯はね。うん。だってよ。じゃあ高尾ね、じゃあ。時間間に合いそうだ。うん。いけるいける。ただ俺は、アクロ。あ、来た来た。おりはアクロでいいの、ね、これ、キフ…なんていうんだこれ毎回読めないこれ。キフネか。キフ用か、キフネか。毎回読めない、この発信なの。読めない、一応。あ、キフネだってる、さすが。この西山って本当にパッとしないよね。いや、確かに、あの、冴えない看板に物足りなさを感じる自分が危ない。なんか先生の写真がないとちょっと絹田って感じじゃないよ。ああね。あれ多分初期の頃だろうね、あの看板で。うん。って感じしない？先生の写真ないから。うん。いつも会ったことないのに、なんかもう聖地だよ、絹田。ポイ捨て禁止するやついるんだろうと思う。あそこに住んでちゃうんだ。ひどいな。本当にひどいな。ちょっと苦しい？大丈夫？でもすごい舐めてくるから苦しかった？いいよ。すぐじゃない。ここの神社良かったよね。
歩きたいのか、お前。ここ危ねえから持ってあげる。ここだったら別にいいけど。いや、いやだ。車来るもん、ここ結構。来ないようで。あそこの、なんだっけ、鳥山の、うん、鳥山キラじゃない。鳥山さんの入り口とか。そう、いける。うん。